伊東市の伊豆高原ではソメイヨシノが見ごろとなり、名物の桜のトンネルがお目見えしました。見ごろとなっているのは伊東市の桜の名所、伊豆高原桜並木です。こちらではおよそ600本のソメイヨシノが咲き誇り、3キロにわたって桜のトンネルが登場しました。今年の見ごろは例年に比べてやや遅れたものの、ほぼ例年並みだということです。穏やかな陽気となった今日は観光客が写真を撮るなど春を感じていました。花園っていうか、もうすごいこう夢の中を歩いてるような感じ。いや、すごいびっくりしちゃう ね、まさかこんなにところがあるとは。伊豆高原桜並木は今週末ごろまで楽しめます。